はい、えー、どうも、えー、オールホワイトエース2店舗の、えー、社長をしております清美と申しまますすよろしししくお願いします嬉しかったこと楽しかったことまあ常に、まあ嬉しいこととか楽しいこととか結構あるんですけど嬉しいことでいうともう本当直近ここ23年の出来事でいうとあの、まあ、ずっと一緒にやってきたあの空だったり。 えー、ルイだったりシュートだったりが、まあ、代表になったことが、まあ、自分の中では結構嬉しかった出来事かなと思っててあとはこれもずっと一緒にやってきた、えー、現、えー、セレクト社長のハルトハルトがこう自分で、まあ、フランチャイズオーナーとして独立したこととあとは直近で言うと、あのー、ずっとホワイトを支えてくれた楓代表が、えー、新店舗エルフの。 社長になったったていう,こう一緒にやってきたメンバーがまあ誰でもなれる立場じゃないところに出世したっていうのが自分の中では、まあ、結構嬉しいことで嬉しいことです、はい、笑い話が本当これはいたくさんあ,あってまあどうだろうなこれ本当最近で言うとあの今35歳でもうすぐ6になるんですけど。 まだ見込んで,で、まあ、その結婚相手を探したいなとでそういう活動とか自分なりにこう日々やってるんですけど最近出会った子がいてで、まあ、出会ったっていってもまあちょっと上司の方から紹介してもらう形でこう紹介よりはちょっとしっかりめのお見合いよりはちょっともうちょっとラフな感じで知り合った女の子がいたんですけどいい感じになる前にえー 楓社長と接点があるっていう話を聞いて、えー、恋が散ったっていう面白い話です辛かったこと大変だったことはあこれもう長くね働いてるとあったりもするんだけども基本的にはそんなにはなくてまあ辛かったことで言うとまあ常にあるのがあのこれっていうのはなかなかあのー。 すぐに言つらか,かったことでいうとうんなんかこうやっぱ重圧とかにちょっと耐えきれなくなった時期とかがあの去年とかでいうとあってで、まあ、果たして自分がこう責任者としているべきなのかどうなのかっていうちょっと自問自答する時期がちょっと半年ぐらいあってつら、まあ、かったというよりは本当自分自身が弱くて。 まあちょっと自信がなくてそういうこの立場でいうスランプみたいな時期に陥ってしまった時があったんだけどもまあでもやっぱその時もまあ信頼できる上司がまあレオさんだったりナチさんがいて乗り越えられたし何よりまあ信頼できる仲間が周りにいてまあその辛い出来事だったりは乗り越えられたし。 つ辛いことはあんまないんだけども強い,というならます。まずあのエアグループ興味持ってくれた男の子に対しては本当にあのかっこいい子が日本全国から集まるグループでねあの まあ男の子によってはちょっと敷居が高いイメージがあるかもしれないけどやっぱレベルの高い環境稼げる環境を整っているグループってうちのグループがやっぱ日本一だと思うのでもう自信持って門叩いてくれて構わないので、はい、飛び込んできてさえくれれば必ず売れっ子にして、えー、職業イケメンにするんでぜひ連絡してください。まあ、そしてああとエアグループ興味ある お客様姫様に関してはまあもうどのグループよりももうイケメン揃いで本当どこの店舗来店されても間違いないグループなんで、えー、いつでも遊びに来てください。